ちょ、こんにちは。さあ、豊さん、なんだよ、ね、なんだよ。いや、いろんな試合の中にこう隠れた今日ここのポイント良かったんじゃないかとか、ここ勝敗が出てる。楽しいだろう。いや、楽しい、楽しいです。ただ我々、私とかは見てて、あ、点が入ったとか、あ、ミスしたとか、あーっていうのだけなんですけど、やっぱりプロが見ると目線が、いや、実はその裏にはこのプレーが良かったんだよとか、いろいろあるじゃないですか。もうね、愛みたいな感じ、おいおいみたいなね。そう、ありますよね。まあ、あからさまだったのは、最近で言えば、はい、原監督が高梨を、はい、2エンド2から変えたという。びっくりしました。あれはね、深いな、野球って深いと思うわ。何が起きたんだろうって我々は、私は思ったんです。思ったでしょ、はい、なんで変えたと思う。いや、最初分からなくて、うん、なんで変えるんだろうと思って。怪我かなと思ったでしょ。とかだって 2-2 で変えるなんてまず、うん、まずないよ、ね、ないですから。もうね、原監督の執念だね。執念、あ、これはね、もう鳥肌が立った。あれはでもね、野村監督も、はい、頭を使った野球をやられてたけど、はい、原監督ってやっぱすごいな。あの采配を見た時は俺はさ、すごいと思ったもん。そうですよね。まあ、場面から言えばさ、はい、北条が代打に出てきたんだよね、はい、でその時に、まあ、高梨が投げてて、はい、高梨を右に変えてもよかったんだよ、うん、北条出た瞬間に、はい、でおそらく阪神ベンチも北条を出して右が来たら糸井がいるっていうふうに思ったと思うんだよ。その代打の代打、はい、でそこら辺の駆け引きはあったと思うんだよ、はい、でも北条には変えなかったんだよね、はい、最初、うん、これはやっぱ糸井っていう頭があったんだよ、はい、で勝負どころで必ず糸井は出してくる、うん、だからこっちが先に動くと相手にやられる、はい、糸井を封じ込める手は何なんだって思ったんだよね、うんうん、例えばボールカウントが進んでいく、うん、ワンストライクを取った時点でピッチャー変えたとしても、はい、糸井は出てくる可能性があるわけ、はい、うん、2球あるから、はい、そこまで俺考えてたと思う。でも1球にすることによって、はい、2エンド2追い込んで、そしたら糸井は1球では出てこないだろうっていうふうに俺は読んでたと思う。じゃあ、あそこのカウントまで待ってたってこと。待ってたんだよ。はあ、すごいすごいだろう、はい、だから糸井を封じ込めるのはそうだ。で9回は必ず出てくるって、はい、ビエイラの時にね、うん、だからそれはもういいと、うん、でもあそこの勝負どころで糸井が出てくるややこしさ、そこだけは避けたかったんだよね、はい、原監督は、うん、だから俺は2エンド2までじーっと我慢したんだと思う。すごい。あれはじゃあ例えば 2-2 とかになった時に交代するよっていうのは監督はどこまで知らせてたんですか。いや、ピッチングコーチには言ってたと思う。あの、まあ、桑田コーチ、うん、全然あの追い込んだら行くって。あと例えばキャッチャーであったりとかブルペンはリンはどうしてたんですか。いや、言ってたと思う、はあ、追い込んだら行くぞって。そう、と思っただろうな、ブルペンも。思いますよね。どういうこと、どういうこと、え、何が起きんのこれからみたいな。だってそんな感じだった。審判でさえそう思ってたの。いや、審判は、はい、あれね、マウンドに1回あの場面で行ってるかどうかっていうのを確認したんだよ。あ、はいはい、行ってたっけって、うんうんうん、で分かんない、あれ いつのタイミングで行きましたっけっていうちょっとパニックリがあったんだけど、まあ、はい、だけどそれはクリアして、はい、じゃあピッチャー交代と鍵やと。スーツでって記憶にないですよ。いや、そしたらバッター心理ってどうなるかっていうとさ、うん、え、1球残して変えんのみたいな、はい、今まで高梨の追い込んできた球、うん、投げてきた球から逆算しながら次はこの球だろうっていう予測が立つのに、はい、そこでピッチャー変えられると、うん、え、1球しかないのにって、はい、な、え、みたいな。鍵やで、鍵やのピッチャーのイメージをし作り変えなきゃいかん、ね、その場で。そうですよね。でそれにはキャリアが足りないよね、はい、北条が、うん、だからパニックったと思う。そうですよね。で、あのイニングあれしましたもんね、巨人が抑えた、はい、でビエラの時に糸井が出てきて三振した、はい、ね、すごい。
いやだからそこまでやっぱ繊細に、はい、考えて才を振るってる、うんね、あの試合で勝樹が最初初球見逃したんだよ、はい、初球は打てのサインだったんだよ、うんうんうん、そう思い切っていけなかったからバントに変えたんだよ、バントファウルして結局三振して、はい、原監督が珍しくベンチを叩いたんだよ、はいね、やっぱりね阪神を追うのにやっぱそのぐらいの執念と緻密さがいるよ、うん、だからすごいなと思った。いや名将っていうことはすごいですね。だからこれはこの采配は俺野村さんもやったことのない采配だと思う、はい、野村監督っていうのは、まあ、例えばピッチャーを外野手に置いてワンポイントで持ってきてまたそのピッチャーを戻してっていうことはいろいろやったけど、はい、だけどその投球の途中で変えたっていうことはないよね。ですよね、うん、だまあ例えば高梨がねそのまま行ってても、うん、抑えたかもわからない。でもより勝負ってさ、はい、そういうもんじゃなくてやっぱ相手を、ま、惑わす奇襲っていうのがものすごく大事なことだから、はい、そこにやっぱこう原監督は勝機を見出したっていうのは、うん、やっぱもうなんていうのゾッとしたし幅広くやっぱもう考えてんだなっていうことはあったよね。そうですね。だからびっくりした、はい、まあ、よく気がついたでしょ。いやあそうですよね、うん、よく聞いてないでしょ。豊さんがですよね。やめろよお前。いやそうですよ。で俺は思ってたんだよ。あそれをその試合を見ながらってことですよね。あここまで考えたって。でこのことはあんまり分かんないと思うみんな、まあ、そうですね見てる側からそしたら、はい、フジテレビのある人間から電話かかってきたんだよ、はい、で、うん、昨日 原さんと原監督と話しましたって、はい、豊はよく見てるなって言われたよ。まさかの。いやだからやっぱねあれはね奇策というかさ、はい、なんかおかしいなんかあったんじゃないかって思ったけど、一瞬見てそうですよね。でも俺はその放送でも言ったのね、はい、それを、うん、でそれはやっぱこう原監督もやっぱやったことに対しては分かっててほしいじゃない、まあ、どういう意図があったんだよっていう、うん、そういう深い意図があったんだって。だからその深い意図を読み取ってくれなきゃただの奇策で終わっちゃうじゃん。おかしいんじゃないのみたいな。そうですよね。たまたまおかしいのかちょっと狂ったんじゃないのっていう。そうですよね。だけどそういうことを言ったらさ、はい、原監督が人づてに俺に伝言で、はい、ね、豊かよく見てるなってね、電話で、ね、伝えてくれても電話してきてよ本当に。そうですね。でも人の言葉って人づてに聞いた方がね嬉しい時があるの。わざとそっちの方が多分それも原監督が知ってるはずなんだよ。これも奇襲ですか。奇襲だよ。まんまとはめられてます。もうやられちゃったよ。もう巨人のことは悪いこと言えないよ。もう言えない。そうですよね。そうだよ。だから人っていやそういうね人をやっぱり使ったりとか言葉の名称でもありますよね、うん、原さんって。いや同級生だけどさ、はい、なんかいい友であり、はい、なんかすごく勉強させられるな。いやすごいです、ね、すごいすごい、はい、びっくりした。どこでそういうことを考えてどこの場面でこれを使おうって。でもねあの時ね、まあ、だから仮に鍵谷がパーンと打たれたとするじゃん、はい、それでも俺は納得だな、うん、やっぱここまで来てこの8回になって勝負っていうことはやっぱり糸井をどう殺すかっていう一点に集中してたということだよ、はい、相手の持ち駒を、うん、だそれをその手を持って殺したということはさ、うん、やっぱすごいよな。すごいですね。やっぱり原監督はすごいです。すごい、はい、ね。終わり？いやじゃないだろ。まだ他にも あるよ。他にもあるんだ。ありますか。他にもある。あじゃあこのなんか豊さんこのコーナーに何か名前つけます。例えば今テレ朝さんがやってるあつ森みたいな感じでなんか豊さんの豊かのなんちゃらみたいな感じでちょっと、まあ、それはちょっと募集する。あコメント欄に、ね、コメント欄にこのコーナーのタイトルをつけてください。そうそうそう。俺が気に入ったやつは採用する。豊さんが選ぶということですね。わかりました、はい、いやそれで、はい、え何まだ続ける。いや今でちょうど10分らしいんですよ。まだあるんですよね。あこの動画で全部話してる。それともどうします。何こんなとこにボードもありますし次回なんかボードを使って
ボードね、はい、どうです？じゃあいいですよ。いいですか、はい、あ、じゃあまた行きましょう、はい、このボード使って。